久保さん。久保さん。いや、稼げますか。稼げますか。稼げ、稼げますかではなく、稼げますか。なんだろうな。稼げますか。稼げるスキルはあるんですか。まあ、何が言いたいかというと、まあ、ね、あの <laughs>、稼げんのか稼げないのか、 成功するのか成功しないのか。まあほとんどそういう質問が、まあ今後も来るでしょう。ね。ずっと永遠に来ると思うんですけど、逆に質問したいんですけど、なぜ、なぜ稼げないんですかと。タイトル、なぜ稼げないんですかっていう。これにしましょうか。なぜ稼げないのかっていうねタイトルにしようかな。なぜ稼げないんですかと。 まあ、それは、自分にスキルがないからだと思うんですね。あの、今日ね、あの、商品セールス最終日なんで、最終日の動画を撮ったんですよ。で、そこでも結構言ったんですけど、あの、なんか年齢とかもあるじゃないですか。例えば、あの、Google でね、執行役員やってました、みたいな。うん。Google を立ち上げて、企業当時から、まあ、20年ぐらい Google にいて、執行役員まで行きました。 っていう60歳の人がいるとするじゃないですか。多分日本企業の会社欲しいですよ。<laughs> どうすか ?60 歳から遅いですかいやいや、60歳でもうち来てくれみたい。Google の執行役員やってたのかと。その知識、経験、うちの会社にもちょっと活かしたいと。六十60関係ないと。てか、その経験欲しいと。どうすかだから稼い、稼なぜ稼げないのかっていうところを突き詰めると、もう本当に一言で言うならば、 多分その稼げるスキル、経験、実績がないからじゃないですか。それが、それさえあれば稼げるわけですよね。なんか稼げますかではなく、なぜ自分には稼げるスキルがそもそもないのかと。そこに圧倒的に時間を費やしてない、そこを習得するために、えー、磨いてないだけじゃないですか。僕は、その、なんだ、そこをセンターピンというか、一番自分の大事なところ、 これは間違いなく重要だっていうところを肝に銘じてるので、だから、その、久保さんの動画でもあった通り、別にその目の前の人がね、別に買わなくても、買わなかったとしても、自分のスキルアップになるわけですよ、結局は。で、己のスキルがあれば稼げるわけですよ、結論。その人に売れなくても他の人に売れるわけじゃないですか、スキルがあれば。たまたまその人はお金がなかったかもしれないけど、 じゃあ、お金がある買える人がいれば、その話聞いて買うかもしれないじゃないですか。でも、そのお金があってもね、買いたいと思わせるスキルがなければ、売れないですよ。うん。だから、それやればね、間違いなく稼げると思うんですけどね。そこ、その、そのセンターピンがある人は、多分稼げると思いますよ。何が一番大事なのかっていうの分かってる。だから、そこに圧倒的時間を注げる。 うん、僕はあの動画本数も大量にやってる、そこに時間を注げる理由はそのセンターピンがあるからですね、うん。売れる、売れない、それ大事です。だけど、もっと大事なことがスキルがあるのかと。で、スキルがあるかないかに関しては磨くしかない。鍛えるしかないじゃないですか。うん、じゃあ鍛えるために何しなきゃいけないのっていうと、日々、日々切磋琢磨して、日々、 離さなないないないし発信していいいいいいとといけけししし発信てかそこに尽きるかなというとこですね。なんで、あのー、多分ね、このセンターピンがずれない限り、まあずれることは100%僕はないんですけど、まあ、ずっとできますね。なんでずっとできるかっていうと、お金じゃないんですよ。お金を生み出すスキルなんですよね。お金が稼げるかどうかではなく、お金を生み出すスキルが自分自身にあんのかないのかっていう。でもそのスキルっていうのは、磨かないと錆びるよと。 うん、例えば車の運転免許取っても、さすがに30年40年一回も運転してなかったらどうすか運転免許っていう資格は持ってても、ペーパードライバーですよね。だから、包丁も、どんなに切れ味抜群の包丁を持ってたとしても、30年40年何も研いでない、使わなければ、多分錆びると思いますよ。うん。だから、まあ僕自炊しますけど、やっぱその毎日使うし、毎日、 あの綺麗に磨く、あの、なんだ、洗剤して、こう、綺麗にするし、あと、なんだろうな、あの、たまたま、たまにね、こう、包丁研ぐし、だから、常にメンテナンスするんですよ。で、これね、あの、どっかの YouTube チャンネルで、旧車を扱ってる YouTube チャンネルあるんですよ。旧車、旧車だったりとか、修理をしている YouTube チャンネルで、車の扱ってるやつがあって、そのイン、インタビューの人はね、旧車を維持するためにはどうすればいいですか、みたいなね、あるんですよ。 旧車を、古い車を維持する上で一番大切なことって何ですかみたいなね。で、そのおっさんが言うわけですよ。まあ乗ることはね、<laughs> 乗ることだよと。乗れば傷つくし、傷つけば治そうとするし、乗って壊れたら壊れ、メンテナンスするだろうし、乗れば乗るほどオイル効果もするし、でも乗らなくなったらね、オイル効果もしないし、えー、傷もつかないから見ないし、あの、行かないと。 だから、旧車を大切に維持するためには、とにかく乗ることだと。乗れば、ガタ来るし、ガタが来れば修理するし、だから常にメンテナンスはすると。うまいなと。確かになと。そう <laughs>。まあ、そうじゃないですか。乗らない車はオイル交換しないですよね。しようと思わないですよね、乗らないから。でも、オイル、オイルって劣化していくので、まあ、6ヶ月ごとに定期に変えましょうみたいなのあるじゃないですか。6ヶ月か、もしくは3000キロみたいなのあると思うんですけど。 どん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 、その、錆びた、あの、劣化していくわけですから、乗らなかったら。でも乗らないからっつって、まあ、気にしないですよね。でも乗れば乗るほど気にするんですよ。だからこう、明日か明後日僕オイル交換しますけど、乗ってるんで <laughs>。常に僕はメンテナンスオイル交換してますよ。乗ってるから。あ、もうオイル交換しないとなっていう。そう。で、あの、オートバックスでねペ、PayPay ペ使えるんでペ、PayPay ペ結構入ってきてるんで、今。3万ぐらい PayPay ペペ入ってきたんで <laughs>。それでペ、PayPay ペで。 俺交換しようと思ってるんですけど。<laughs> そう。だからね、だ、あのー、僕の車はね、二十、もうちょっとでもう二十二万キロなんですけど、もうすこぶる元気っすね。もう二十二万キロ走ってる車ちゃいますよ。いや、めちゃめちゃいい。全然もう <laughs> 遊べる。すごいもう全然余裕っすね。すこぶる調子いいっすよ。てか乗れば乗るほどなんか調子よくなんじゃないかっていうぐらい今調子いいっすもん。ほんとに。 うんそう昔はね、あのー、結構故障あったんですけど、いろいろ修理したり、修理したりとか、あと、まあ、バッテリーも上がらないような試作もしたりとか、まあ、バッテリー上がっちゃうから、それをバッテリー上がらないような試作も今して,るし,してるんですよね。だから長期乗らない時は、ちょっとひねるだけで、主電源全部切るみたいな、そういうこういうフラグもつけたし、だからもうバッテリー上がりもなくなりましたしね。うーん で、ま、ほぼ毎日車乗ってんじゃないかな。うん、毎日ではないか。毎日ではないですけど、まあ、一週間に何回か乗ってますからね。うん。まあ、今日も今からちょっと、なんだ、晴れてるし、い,いろいろ洗濯も終わったし、車掃除あの、洗車しに行こうかなと思ってるんですけど。だそれはもう乗るからですよね。 で、あと、桜島で噴火昨日か一昨日したんですけど、まあ、ちょっと火山灰来てて、まあ、汚れちゃったんですよね。だ汚れるから綺麗にしようとするじゃないですか。<laughs> うん。だけどみんななんかあれなんですよね。稼げてないのに稼ごうとしていない <laughs> これ何なんですかねえ、ということは稼ぐ気がないってことですよね結論。稼げてないのに稼ごうとしてない稼ぐスキルを磨こうとしてない 久保さんとか僕なんかは稼げてるけど未だにもうずっと磨き続けるみたいな。これ絶対差埋まんないよと。少なくても久保さんと僕ライバルになるわけじゃないですか。いつ差縮めんのっていう。うん。やっぱね、毎日磨いてたやつに勝てないですよ。だから僕はそれを思ってるんで、10年、20年これからも積み上げたら、絶対そこら辺の入ってきたやつに負ける気しないですね。 ずっとやってるし、ずっと商品売って、ずっと発信して、負ける気1ミリもしないですね、多分ね、PayPay ペペに負ける気しないんですよ。ずっと磨いてるんだから。俺の包丁も磨き続けても、もう、匠の領域に行ってるぞ、みたいなね <laughs>。うん。しかもこの再、多分この再生数は維持するんですよ。少ない再生数で、いかに売っていくかっていうのをずっとやるので、研ぎ澄まされていきますよね、精度が。もうせ、ほぼコンバージョン100%みたいなね。 もう普通、昔のマーケティングではありえない、ほぼコンバージョン100%みたいなね。再生数イコールコンバージョンみたいな。久保さん、これい,いけたらすごくないですか再生数イコールコンバージョンだったら、もう、これ神ですよね。多分、絶対、ほとんどの YouTuber は絶対無理ですよ。再生数イコールコンバージョンは絶対無理。絶対無理。でも、久保さんと僕だったらいけ,いけると思います。境地に行けば。再生数イコールコンバージョン。 これは、あの、ワンツー動画とかじゃなくて、一般動画ですよ。一般動画で数十とか数百回ってる、この一般動画の、この再生数のコンバージョン100%みたいな。多分、行きつ、行きついたらそこに行けると思うんですよね。だから、それ神の領域ですよね。うん。だ本当に買うお客さんしか見てないっていうね。もしくは、買う人に、あの、動画を見て、教育されても買うしかないみたいになってる人しか見てないっていうね。もう極致ですよね。<laughs> まあ最終的にそこまでもうそ,そぎ落としてね、もうやっていきたいですよね。うん。だからまあ、いろいろ申し上げましたけど、まあ、そもそもなぜ稼げないんですかと。その理由は何なのかと。うんそこに一点に尽きるんじゃないですかね。うんまあ、僕は本当に何度も言いますけど、そこのセンターピンはずれる気はしないので、うん絶対そこが大事だと。 誰が何と言うと時代が変わる何が変わろうと自分が稼ぐスキルを磨き続けなければ錆びるし使い続けなければあ,だあのなんだ衰えるしとにかく使っていく何かそのねドラえもんの話も前したんですけどその未来から来たねあの、うん、未来人がね宇宙船に乗ってね移動する一人一,一人乗れる宇宙船に乗って移動するんですよ 宇宙船に乗りながら移動すするんですよこんなちっちゃいね。タケコプターではないんですけど、なんかちっちゃい宇宙船に乗ってこうずっと移動するんですよ。で、のび太くんがね、なんで君はいつも、なんか思ったな、なんかちょっと不思議に思うんだけど、なんで君はいつも宇宙船に乗って移動するのと。で、未来人は言うわけですよ。あのね、未来人っていうのは歩かなくなっちゃって、歩けなくなっちゃったんだよ、みたいな <laughs>。だから、あの、こういうものに乗らないと移動できないんだよ。で、のび太くんが言うわけですよ。 へえ、未来、未来っつうのも大変だね、みたいな <laughs>。わかります筋肉も使わなかったら落ちますからね。退化してきますからね。わかりますそうですから <laughs>。だから僕はフリーコンテンツ、この情報発信は常に日々当たり前のごとくする。それは自分のためですよ。自分のスキルを維持するため、磨くため。 向上させるため。これは日々やっていかないといけない。脳も使わないとどん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 劣化していくので、常に考える、常に聞く、常にアウトプットする。これを常に日頃鍛錬しとかないと、いきなり使えって言ったら無理ですよ。うん。僕はもうずっと、はあ、喋り続けますけどね。うん。喋りが好きなんですか嫌いです。はっきり言います。喋ること僕嫌いですからね。未だに。 でもこの話しても誰も信用しないと思いますけど、僕喋るの嫌いですからね、はっきり言って。嫌いだけどなんでやるかっていうと絶対必要だからです。で僕は思ってるからですね。お金を稼ぐ上でトークスキルが絶対必要だと。あった方がいいと。ないよりあった方がいい。しかも人々を魅了するようなトークができればこ、お金に困ることはない。お金を生み出すことが永遠にできると。僕は思ってますから。うん。嫌いです。大嫌いですね。話すの。<laughs> 話すす。の大嫌いです僕,僕無口ですからね。実際。あのー、プライベートは、うん。まあ全く想像できないと思いますけどね。いいんですよ。別に想像できなくて。僕が分かってればいいんで。<laughs> 僕も、だって普通に考えてね、この動画に関してはもう一人ごと喋ってるだけですからね。カメラに向かって。見てる人はね。 あのなんか語りかけられてるように感じるかもしれないですけど、久保さんもそうですけど、カメラに向かってただ独り言を喋ってブツブツ喋ってるだけですから、おかしいでしょ。ていうか、普通の生活でないですよ。普通の生活で独り言ブツブツつぶやくなんかありえないですよ。何時間もつぶやいてるんですよ。おかしな話でしょ。普通に考えてみんな無口ですよ。 まあ、人目の前に人がいて会話するんだったらまだしもですよ。ズーム会議とかね。目の前に人がいて会話するんだったらなあの全然それは当たり前かもしれないけれども、この動画っていうのは、独り言を喋ってるだけですからね。カメラに向かって。おかしいでしょ。普通に考えて、普通の生活で普通はないんです。頭おかしい人なんです。<laughs> でもその頭おかしい行為を何でするかっていうと、嫌でもするかっていうと、自分のためです。完全に。100%。 いや300%。いや、1億%。1兆%。<laughs> 自分のためですね。嫌いでもやるっていう。うん。でも今、嫌いというよりか普通になりましたけどね。でも嫌いです。どちらかというと嫌い。でも今、空気みたいになってるので喋れますけど。嫌いですよ。本、本、本筋は。本筋は嫌いです。だって考えてみてください。一人でブツブツ言うの好きですか おかしいでしょ頭おかしい人でしょまあ頭おかしい人ですけど、頭おかしい人だからできるんですけど。うん。でも頭おかしいですけど、僕が言ってることは嘘ではないと思います。うん。100歩譲って嘘ではないと思います。ただ受け取り方次第でどう思うかは人それぞれですけど、なぜ稼げないんですかに戻しましょうか。なぜあなたは稼げないんですか言ってらっしゃい